名古屋市長選挙の公示日が来ました。前回お伝えした時は4人が立候補者やったけど、なんと7人もの人が立候補したみたいです。立候補したのは広沢一郎さん、元副市長60歳、大塚康平さん、前参院議員65歳、緒方恵子さん、政治団体代表67歳、太田利光さん、元会社員76歳、鈴木義明さん、旧自治省現総務省元職員85歳、不破秀則さん、元大学講師64歳、水谷昇さん、旅行会社経営61歳。実質的には自民、立憲、国民、公明と大村知事推薦の大塚さんと広沢さんとの戦いになりそうやね。広沢さんは寄付金を集めてたようやけど、11月9日のポストでは1801万1057円集まったとのこと。ご寄付いただきました皆様へ、先般ご寄付をお願いしたところ、これまでに1801万1057円という大変多額のご寄付を頂戴いたしました。当初は予算上諦めていたオートコール自動電話かけや確認団体ビラの全個配布もできるようになりました。なお領収書ご希望の方には選挙後なるべく早く送付いたします。かなり集まったね。9日時点なんでまだまだ集まるやろうね。広沢さんはちゃんといくら集まったかってことを公表してくれることは嬉しいね。カレー飯と HG さんみたいにいくら集まったかも公表せずに、ブランド品着て高級車乗り回したり、物価の高いニューヨークに何日も滞在するっていう怪しい行動をとる輩もいるからね。広沢さんは11月10日10時に名古屋の東区小出木の減税日本の事務所から出陣した。河村さんも同行して凱旋。15時からは名古屋駅高島屋前で百田さんと姉子も参戦して凱旋。百田さんが開口一番、暴言で叩かれてますって言って釈明を言った。いいと言ってるのとはちゃう、いいと言ってるのとはちゃう、いいと言ってるのとはちゃうって3回も言って、むちゃくちゃなあんとか小説家の SF と考えてくださいと随分と前置きして話したということを言った時に、姉子がもういいみたいなことを言ったんで、百田さんが話をやめようとしたら、アンチがちゃんと市民の前で説明してくださいと言ってきた。それで百田さんが説明するから前に来いと言って、社会構造を変えるには極端なことをせんと変わらんってことの例え話だと説明した。それでもアンチが食ってかかってきたけど、百田さんは言うてませんと繰り返して、周りの人たちが拍手をしてアンチが少し退いた。その後百田さんが話を続けていると、アンチが話が長えぞ、百田さんが君のために話してるとちゃうからね、つまんないと思ったらどっか行って。これでアンチも攻撃をしなくなった。すごい切り替えやね。周りの名古屋の人たちもあっち行ってとか百田さんに大きな拍手をしたりして、アンチ撃退、お見事。こんなところにもカレー飯の悪意の切り抜きのことでアンチが騒ぎ立てるんやね。しかしうまく切り返したってのはやっぱし頭が回ると思った。昨日お伝えした百田さんの11月8日の朝8の発言は、カレー飯の悪意のある切り抜きによってとんでもない炎上になってまったね。提灯がいっぱいついてまって大騒ぎ。石平さんまで百田さんに抗議のポストを吊るします。昨日も話したように百田さんは
社会構造を変えるには極端なことをせんと変わらんってことで言っただけ。ずいぶんと前置きして話したのに、それを全く話さずに、女性を大学に行かせんとか、25歳過ぎて独身やと一生独身にする法律とか、子宮摘出とかだけはいい。それを真に受けた人たちが、いろんなことを言ってる。それで、百田さんが謝罪する羽目になってしまった。謝罪ポスト。やってはいけないこと。あくまで SF?という前置きをくどいくらい言った上でのディストピア的例えではありましたが、私の表現のどぎつさは否めないものがありました。不快に思われた人に謝罪します。だいたいカレー飯はこんだけ星島や百田さんや姉子が嫌いなら、なんで朝八を見るんかね。わざわざなんかちょっとしたことでも指摘できるものを探すために朝八を見てるって恐ろしいね。朝八を下ろされたけど未練があるんやろうか。子宮摘出のことが特に話題になってるみたいやけど、また凱旋で素人とかが子宮摘出とは何かなんて叫ぶんやろうね。そしてカレー飯は11月10日にも日本星スター百田代表大炎上、子宮摘出正当化ついに終了へでライブをしてましたね。全部の内容は見てまへん。カレー飯の広告収入に貢献したくないからね。シークレットモードでちょっとだけ聞いたら、梅原さんのことを言ってましたね。中国補選の時に梅原さんが花田に出て、カレー飯を褒めていた。その切り取りで、百田さんが、梅原さんはよく耐えていたと言ったことに関して文句ブーブー言ってたね。梅原さんは社交辞令やとわからんの？花田でとんでもない女ですなんて言えんでしょ。百田さんたちが実態を知ってるからよく耐えたって言ってるんやわ。とにかくいろんなことを持ち出してきて、梅原さんが花田に出た時なんていつのこと？そんな昔の動画まで調べ上げて、随分と暇なんやね。サムネタイトルからして、子宮摘出のことにみんなが食いついてきたんで、それ、焚き火をくべろってことで、同じネタで炎上継続を目論んでいるんやね。ほんと、どこまでって感じやけど、顔だけ見るとおとなしそうな感じに見えるんで、信用する人もあるかもしれんね。最近は、百田さんを標的にしてるようやね。やっぱし、早訴訟した方がいいと思うわ。吉、相手は、法的手段がいいんとちゃう？早せんと、ますます間違ったことがばらまかれると思うわ。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。